リンのボーリングチャンネル。皆さん、お疲れ山です。崎山リンです。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、またまたボーリング動画ではないんですけども、私崎山選手ですね、12月19日月曜日撮影しているんですけど、実は12月21日からちょっと旅行も兼ねてまたまた愛知県にお邪魔します。はーい、行ってきます。まあ、インスタグラムの方にもお伝えしたんですけども、まあ、実はその大事な撮影とかもありまして、急遽の愛知県の方に行くことになりました。その際に私のスマホとか、まあ、使って撮影をしていくんですけども、前回神回動画と私が呼んでいる愛嬌ボールの愛嬌三姉妹3人の素敵なプロの方々と撮影する機会があったんですけれども、ご覧いただいた方もすでにご存知かと思うんですけど、後半ね、エンディングの時だったかな、本当に予想もしてなかった撮影のその機材トラブルが発生しまして、すっごいパニックだったんですね。私だけかな、すごいパニックしちゃって、あまり撮影に慣れてないっていうこともあって、前回まあなんとかその皆さんの協力もあって動画投稿させていただいたんですけれども、今回は同じような過ちはしたくないなと思って、なんか方法ないかなと思ったところ、ちょっと早いですが、早くはないか、好きな買い物してきました。まあそれが何かって言いますと、カメラです。カメラカメラを買っちゃいました。決断をした。自分を偉いと褒めてます。でもそれぐらいすごく価値があって、今後撮影する際の大事な大事な大事な機材の一つとしてね、大切に使っていきたいなと思って買おうと決意しました。まだ開けてないんですけど、これからね、開封の儀を皆さんにお見せしたいと思います。袋でかい小島電機さんにお邪魔して買いました。いきます。ででーん、見てください、とんでもないもの買いました。ルミックス、なんだ、なんていうんだ、 DCG100V っていう、まあ、カメラですね。こんな感じのカメラになってます。でこのカメラすごくて、一番いいなって思った、買おうと思ったきっかけが、なんかこういうパンフレットもいただいたんですけど、ここに5つの録音モードってあるんですよ。そのトラッキングして声を録音する機能だったりとか、あとはナレーションとかね、まあ、いろいろある中で、ボーリング場で撮影する機会が多いんですけど、場内の BGM だったりとか、周りの人たちの声だったりとか、ピンの音とか、結構騒がしい場所で撮影をするので、このフロントっていう録音の機能と、このトラッキングってところに魅力を感じて買っちゃいました。はい、であとはね、星空とか撮影できたり、まあ、夜景とかもね、あと動いている動物とかも撮れたりするっていうことなので、まあ、今後、まあ、旅行とか星空観察とかの時に使えそうだなと思っています。動物も私好きなのでね、動物園とかにね行くかもしれないので、あとは、まあ、Vlog 的な感じで撮っていけたらなと思って買いました。なんか雑な理由ですいません。初心者向けっていうのがいいよね。私一眼レフとかあんまりよくわからない人なんですけど、小島電機さんでこの商品について説明してくださった店員さんがすごく対応が素晴らしくて、いろんなメリットとか特徴だったりデメリットとかもお話ししていただきました。じゃあ早速開けていきたいと思います。はあ、緊張する。こんな感じかな。おー、かわいい。こんな感じで、はい、保証書も入ってますね。で、まあ、説明書とかが入ってたりして、はい、わあ、すごい、こんな感じで入ってます。すごいね。はあ、素晴らしいです。こんな感じのカメラですね。購入しました。蓋かな。あ、すごい、ちょっと片手で持つのちょっと怖いんですけど、こんな感じで、わあ、すごいです。あとはカメラにちょっとまだつけてないのであれなんですけど、つけて、イメージとしてはこんな感じでね、持っ手の部分っていうか、付属品もついています。はい、紐もね、紐もついてますし、紐ね、あとアダプターっていうのかな、こういう線もついてました。これもね、ごめんなさい、名前ちょっとよくわからないけどバッテリー関係のものかな、ついてます。こ
これでだいたい8万4000円ぐらいでした。はい、私頑張ったこんな高い買い物をめったにしないんですけど、もうこれだとか、これめっちゃめちゃ価値があるなっていうものに関しては即断即決で選んじゃう癖があります。はい店員さんとこの、まあ、商品買おうかなっていう話してる時に交渉してみたんですよこれもうちょっと安くならないですかって交渉したんですね。そしたらその店員さん曰く、その維持価格がもう精一杯の、 あの金額なんですとおっしゃってまして、そうでしたか、でもそうですよねみたいな話をしてた時に、あ、ちょっと待ってくださいねって言って、裏でっていうかそのやり取りをされていて、もしじゃあよかったら SD カードこれ6000円分ぐらいするんですけど、これつけますって言われたんですよ。6000円分ぐらいになるの、すごいことだなとこのカメラだけだと SD カード入ってないってことで、どっちみち買わないといけないものだと思ってたので、だったら買っちゃうかって決めました怖かったよ、買うときめっちゃ怖かった。カメラそこまで詳しくはないから大丈夫かなって思ったけど、大事な撮影を控えているので同じような過ちは絶対しないと、まあ、YouTuber として後々ねスマホ以外のカメラを買うだろうなと思ってはいたので決意しました。でも意外と重くなくて旅行先で役に立ちそうなカメラですね。楽しみってな感じで、崎山選手ついに高いカメラ買っちゃったよっていう報告動画でした。今後は旅行動画だったりとか、もちろんねボーリング動画だったり、実はあるその企業仲間さんから素敵なプレゼントが届いてたので、次の動画かな、また後日その新しいカメラで撮影して紹介していきたいと思います。あとすいません、ちょっと伝え忘れがあったので今別で撮影しているんですけども、実はその昨日買った時にこういうルミックス年末年始キャッシュバックキャンペーン、1商品あたり最大3万円キャッシュバックっていうキャンペーンがあるらしくて、いろんな対象のカメラがあるんですけど、私が今回購入したカメラが、まあ、該当するらしくて、店員さん曰くキャッシュバック金額が8000円ありますよと教えていただきました。8000円ってすごくないですか。だから実質私は8万円切った価格でカメラ買えました。かなりお手頃価格です。キャッシュバックするためには応募方法っていうのがあって、で後日振り込みますっていう流れで戻ってくるそうです。期間がですね、キャンペーン対象ご購入期間2022年11月18日から来年の2023年1月15日日曜日までとなっています。なので、まあ、もしね今後そろそろカメラを買い替えようとしてたんですとか、買おうと思ってたんですって方、ルミックスさん、ぜひこちらもチェックして検討するのもありだと思います。私は何も知らずに電化製品屋さん立ち寄って、またまたまこのキャンペーンがあるっていうのを知ったので、まあ、超ラッキーですよね。店員さんにも感謝してます、まあ、そういうキャンペーンも使いながら、ぜひちょっとでもコストを抑えて買ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、ちょっと待って、ガサガサしてということで、今回の動画は以上にしたいと思います。この動画いいなって思ってくださった方はグッドボタンと下のチャンネル登録までぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。